なんかこの作品は、まあ、今見ると、なんか、まあ、恥ずかしいけど、でもある種、この年の時じゃなきゃ書けないものだったなっていうのはすごく感じていて、というのも、その、2012年なので、前年に震災があって、で、その震災のやっぱり衝撃は、私もすごく真に受けちゃって、真に受けたと同時に、水蒸気爆発あったじゃないですか。あの時の爆発、ボンっていうのを見て、なんかものすごく怖いと同時に、なんてすごい形してるんだろうと思って、なんかあんまりこう、タイムリーにその同じ時間に爆発って見たことってあんまりなかったので、なんかそれがずっと残っていて、もちろんすぐには全然そういうのに関連した作品っていうのはなかったんですけど、でもやっぱりあれを見て以降少し影響があって、で、この教会の腫れ物に触れるっていうのは、まあそれも一つ含めた、なんか、ちょっと爆発のようなものが描きたいなっていうのが、一番最初の構想にあって、この作品しかないかもしれないです。その社会的な衝撃で描いたっていうのは。他は全部市場というか、その時その時に一番自分が強烈に残った感情とか、言葉とか、まあ、特に最近とかは、本当に詩的な出来事を中心に膨らませて書いていくっていうことが多いので、ちょっとこれの作品の、まあ、最初のきっかけっていうのはちょっと他とはもしかしたらちょっとだけ違ったかもしれないですね。でももちろんこれを書き進めていくとどんどん市場になっていくというか、もう本当に身近な怒りをがふつふつふつこの時なんだろう、なんかいろんなものに怒ってて、なんかそういうのが絵で消化していってたんだろうなって今見ると 思います。 私は小1の1学期だけ日本の小学校行って、それからドミニカ共和国に行って、そこで小6までいて、で中1のまた1学期だけ日本に行って、でその2学期からボリビアに行って、ボリビアが中2の2学期に帰ってきたのかな。で、それから横浜に、住んで、学生時代まで、日本画は、まあ、はっきり言えば、私何にも知らないくて、ただ、もう多分外人的な視点だったんですよね、選択した時っていうのは。絵は描きたいんですよ。彫刻とかとかデザインとかそういうんじゃなくて、なんか絵は描きたくて、絵はずっと好きでやっぱり描いていったりして、でその中で油か日本画かって単純に選択肢出された時に、やっぱ日本画の方がなんか響きがかっこいいとか。だから日本画自体を実際には見たことってなかったんですよね。ずっと海外に行って、なんか、まあ海外の絵は見て、母親が見るの好きだったので、美術館とかいろんなところ、国に、まあ一緒に見てたんですけど、なんか本当に日本画って不自由で難しくて、めんどくさくて、
大変なんですけど、だからこそなんかどんどんハマっていってるような気がします、うん、今でも、うん、いろんな表現ができるし、うん、なんか本当に面白いなって思います、うんうん、なんか私の中でなんか差がないんですよね、その状況、生きていく上での状況でのなんか多分振り分けがされてなくて、だからそれを振り切ったのもやっぱりその学生の時に、三木茂雄先生の個体発生、血統発生を繰り返すっていうあの本を読んで、お腹の中で赤ちゃんが発生した時に、35億年分のこう人類の歴史の、経緯をたどっていくっていうのを読んで、なんかそれ読んで すごく腑に落ちて、なんか自分がもやもや考えていたことが、あ、やっぱりそうかって、なんかすごい納得した瞬間で嬉しくて、やっぱりそれ全てを経験した私、人間が書いているんだから、同じ画面にしてもいいだろうっていう、なんか妙な自信があって、うん、なんかそれで、そこからやっぱりその聞かれて、水の中なのか陸上なのか空中なのかわからないって言われた時に、私の中で一番しっくりくる感覚としては、なんかこう生ぬるいあったかいような、なんか自分が落ち着ける場所っていうので、なんか用水のイメージが一番多分合ってるだろうなって思って、学校行かずに私基本的にレジデンスを滞在させていただいて、で最初にバルセロナに行って、で次マドリード行って、で南部の方をいろいろ見て回って、で最終的にマヨルカ島、スペインのマヨルカ島の、アンドラッチっていう町のレジデンスを受けさせてもらったっていう感じで、あんまり長いこと同じ場所にはいなかったんですけど、だいたい3ヶ月ずつぐらいで移動していって、私にしては珍しく風景のスケッチしたり、なんかそういうことをずっとやってましたね。でレジデンスの最中なんかは結構その散歩で拾ってきたものとか花とか、あまり日本といる時とやってること変わるのかっていう感じもするんですけど、でも出会うものが全然違ったので、なんかもうそういうのどん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 集めてきて、書いてましたね。はい、ブスナーはこれは経験なんですけど、やっぱりスペインに行って帰ってきて、で一番最後に行ったマヨルカ島での日々っていうのは結構私の中で強く残ったので、なんかその時に目の前がもう本当にオレンジ農園というか、もう自然しかいない、もう人とはすれ違わないような、本当に山に囲まれて自然の中にいて、なんかその山と対峙してたり、その場所に落ちてるカタツムリの殻と対峙してるうちに、なんか境界線が本当に曖昧になってきて、その自分がこれなのか、なんかこれが私発してきてるのか、すごい不思議な感覚になって、日本に帰ってきた時に、ウブスナっていう、ウブスナ神って土地の神様っていうのを知って、なんかそれと対峙してたんじゃないかなと思って、その土地土地の、なんかそれを
やっぱり言葉にするのはすごく難しいんで、なんかこう絵でなんかその時のことを書きたいなと思って、そういう意味じゃ本当にその今までの作品全てがこれだったんじゃないかなって、やっぱり帰ってきて、もちろんその一言だけでは済まされないんですけど、でも一番なんかすごくしっくりきたので、そうなの、フィットしてるんですよね。今横須賀に越してきたのは、学生卒業してやっぱり海と山の近くがいいなと思って、身近にそういうものがパッと見に行ける場所に住みたいと思って、でも普通のここの庭散歩したりでも何でも、なんかもうここもちっちゃいんですけど、意外となんかいろいろ見つかって、で一個の植物でもその時期によって全然違う姿を見せるじゃないですか。なんかそれもすごく意外と初めて 見たりして、庭がある生活って初めてなので、だから、この場所で制作できてるのはやっぱり意味があったかなって思ってます